来年にですね、はい、私週刊新潮で、はい、これも私の年齢から言ってもちょっとライフワークにしようかなと思ってるんですが、はい、モンゴル人の物語書こうと思って、はい、これはもう歴史の奇跡ですね。本当にわずか数万人ぐらいしかいなかったモンゴル人がある時突然ジンギスカンという英雄を出たと同時に世界を制覇したんですよ。モンゴル人が制覇した領土半島ですね、これは歴史上世界最大半島なんです。すごいんですよこれ、はい、で要するに、ジンギスカンは戦略の天才なんですけど、ジンギスカン死んだ後も子供たち孫たちがもう俺同じぐらいの才能の持ち主なんですね。でずわーっと征服していって、で最後はまた風のように消えていくんですよ。これは一体何だったのかと、このだからこの300年の歴史を描いていきたいなと思ってます。楽しみにしてます。楽しみですね、はい、はい。